広い宇宙の中で、今回20周年を迎える水星ミュージカルさんが本当に何年も前から初演以来ずっと大事に大事にしてきた作品なんだなっていうのが稽古中通して皆さんの熱量から本当に伝わってきて、私自身今回私は広い宇宙の中で初演でひかりちゃん役をいただいたんですけども、何でしょう、その素晴らしい作品を私がひかりちゃんでいいのかなって思っちゃうぐらい本当にもう皆さん素晴らしくて、曲も、脚本も本当に素晴らしい作品です。そうですね、やっぱり10人の方が見たら10人の方が感じ方が違う作品だと思うので、一人でも多くの方に見ていただきたいなと思います。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうしましたら何点満点、いやどうでしょうか、まだ初日これからなので今日のお客様の反応で判断したいと思います。見どころはたくさんあるんですけれども、私のテリューという役に関して言わせていただければ、1幕の私のキャラクターと2幕のキャラクターのこのギャップといいますか、言っちゃったらあんまりバレるので、とてもサプライズが多い舞台です。楽しんでください。よろしいですか。すいません、皆さん一言ずつは、ね、一言ずつ皆さん、はい、はい、やる気は100点以上だと思います。まだまだ、今の段階で完成してたら小林、そういうことはありえないですからね。はい、もうまだまだというところで、今夜ね、奇跡というか、まあ、実力が全部出せるといいなと思っておりますが、朝さんどうでしょう。そうですね、本当に点数っていうのは非常に難しいんですが、僕の中では本当に素敵な歌を歌わせていただいて、綺麗な方と共演させていただいて、もう100点満点でございます。そういう点では、はい。そうですね、本当に作品が持っているエネルギーがものすごいパワーがある作品なので、それを役者一人一人がこう力を持って、思いを持ってこの作品に臨んで、もうワンステージワンステージより良い舞台を作っていきたいとずっと願い続けて頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。じゃあカレンちゃん。はい、私も点数はちょっと恐ろしくてつけられないので考えたくないんですけども、初めて先ほどのゲネプロお客様を入れて前編を通すということをやってみて、やっぱり通してみてお客様がその客席にいるっていうのを意識した中でのそのお芝居っていうのはやっぱり違うなと思いましたし、何でしょう、でもいろいろハプニングもあったり個人的なお話になってしまうんですけども、結構ね失敗とかもしちゃったので、次本番は次初日はこの夜なので、それに向けて改善して次は素晴らしいものをねできたらいいなと思います。はい、はい、よろしく。